ここポトマック、ポトマックと言いますと、ビーグルハウンドミックスのブランディちゃん、あのお腹くねくねのブランディと、黒い犬。ハリスティダ？ Is Brandy here? Brandy lives in Potomac. このポトマックもあのものすごい高級住宅です。で、ちょっとねここにあの晩ご飯を買いに来ました。このハリスティータ、ここでお寿司を買おうという話になったんですよ。ちょっとね、あれ、ゾーズキッチン。Zoe's kitchen. It's like a restaurant, like that. なんでしょう、この ZOES キッチン。これ上に点々が2つついてるっていうのは、これは何語でしょうね。間違ったこと言っちゃうといけない。あのヨーロッパのどこの国の言葉なのかちょっと分かんないですね。で、まあ、同じポトマックでもちょっとこの辺、あの黒いブランディとあと黒いワンちゃんルイス、あの飼い主があのトルコ、あのトルコリラで有名なトルコ出身の方なんですね。じゃあちょっとここものあると思う。ハリスティーラー is only in is aIt's like the East Coast, or like East Coast, Southeast. I don't think they're in the Northeast. I think it's like East Coast, Southeast, Mid-Atlantic. ハリスティーターっていうあのスーパーマーケットは多分アメリカの東海岸だけですかね。これ建国の父たちですよ。特にあのこちらのトーマス・ジェファソンはあの子沢山ですよ。あの3代目あの TJ っていうニックネームがあのトーマス・ジェファソンで、あの奥さんが亡くなった時にあの私は二度と再婚はしないと言って泣いたそうなんですよ。で本当にその通り、あの奥さんが亡くなった後あの独身でしたけども、その奥様の母親違いの妹という人が、まああの何でしょうね、いわゆるそのまあ奴隷のお母様との間に生まれた女性がいましてですね、それがあの同じ父親だけど母親が違う、まああのそういう女性、名前なんて言ったんだっけな、なんだったっけな、はい、あ、ちょっと、Do you remember TJ's mistress? Thomas Jefferson's mistress? What's the name of? で、その女性との間に、あ、その女性 とはなんか40年近くの付き合いがあって、40年ぐらい付き合って、で子供も6人生まれたという、まあ、そういういきさつがあります。あの、ちょっと名前がちょっと思い出せない、その、TJ のそのミストレスって言うと愛人ですかね、ちょっと名前が思い出せなくて申し訳ありません。ちょっと肖像画とか見ればいいんですけど、あの、TJ トーマス・ジェファーソン、はい、映画にもなってるんですよ、若き大統領の恋、あのフランスに行った時に。で、なんかあのイタリア出身の女流画家と付き合ってたみたいなんですよ、その映画の中で。だけどもその、まあその召使いの女の子、当時あれ14か15か16歳かちょっと忘れちゃったんですけども、それが妊娠してしまったので、そのイタリア出身の女性芸術家の人は
まあ、身を引いてしまったみたいなことを言ってましたね。I can get the私、喋りながら考えたりとかできないんで、彼が選んでくれました。まあ、興味のある方は、TJ トーマス・ジェファソンの女性関係について調べてみてください。ちょっとね、泣けます。はい、ということで、まあ、ここ、スーパーマーケット、ちょっとね、レストランばっかりじゃ飽きる、旅行に来た方とか、こういうところでね、お弁当を買って行かれるといいかなと思いやす。で、ここビニール袋は、ビニール袋5セントとかなんとかって言ったかな。なので、買い物袋は持って行った方がいいと思います。で、こういうところにお菓子の他に、なんか薬局がありますよ、薬局で。こういう時に、まあ、例えば海のものを食べて当たってしまったとか、そんな時こういうところに泣きつけばいいのかなと思いやす。あ、こういう大きなマグカップ、こういう大きめのマグカップって飲み応えがあっていいですよね。まあ、私この中が白い方が本当の色が分かるのでいいかなと思いやす。あ、でこれギフト券とかこうありますね。で、こういうモーニングバーとか結構バカ高いんでしょうね、これね。はい、でこう薬がこうあって、で今ここになんか薬剤師みたいなおじさんがいましたけど、こういう人に何か質問しても答えてくれるかどうか分かんないですよね。なんかこうな、何か質問してもすぐ私は答えられませんとか言いそうじゃないですか。例えば医療通訳の人はそういう医療関係のアドバイスを与えてはいけないんですよ。まあ、それと当然といえば当然ですけども、中には患者さんでパニックになっちゃう人とかが通訳さんにすがったりとか、あと元々看護師をしてて医療通訳を始めた人とか、お医者さんだった人が定年になってその後医療通訳者になった人とかもいるんですよ。で、それはリーガル通訳にも同じようなことが言えて、パラリーガルだったんだけどリタイア、退職してリーガルの通訳を始めたとか、あと外国で弁護士だった人が英語圏の国に来て通訳になったりとか、そういうことあるんですよ。私は違いますよ、私は私立文系のバカなんでね、そんな上等な資格とかも本当何も持ってなくて、たまたま通訳会社の方が親切で優しくって私に一番簡単な仕事を与えてくれたんですけれどもね。はい、でこういうお店にこういうふうにしてなんか喋ってると、なんかこれユニコーンですよ。独身の皆さん、ゴールデンユニコーンを見つけてください。で、再三言ってるミグタウですけども、ミクタウ MGTOW って書いてミクタウ、我が道を行く男たち、彼らはゴールデンユニコーンなんて存在しないって言ってます。まあ、なのでね、女性の皆様方、自分磨きをしましょう。はい、こんな感じでございます。まあ、食べるものには困りません。なんか今薬剤師みたいな人がいましたね。薬剤師ですかとかって言っても多分私の英語が聞きづらくて、今聞こえなかったなんて言ったのとか言われちゃいそうなんで、
聞きません、すいません、はい。まあ、私薬局はあの主人の仕事の方の病院の薬局に行くんですよね。といっても私薬嫌いなんで、あでも薬局でカルシウムとかサプリとか受け取りに行ったことありますね。あでこれでね、セルフチェックアウトなので、まあコミュ障で陰キャの方々はこういうところで会計済ませたら人に大丈夫じゃあね、これから家に帰ります。はい、はい、あと10分ぐらいしたら家に到着します。はい、あこの辺裏側なのに結構綺麗とかさっぱりしてますね。ゴミとか落ちて、なんかさっき DC のちょっと治安の悪いとこ通ったんですけども、その時はゴミとかいっぱいありましたね。あウォールグリーンとかありましたね。はい、まあ、この辺住宅街に近いんで緑が多いと思います。で、まあ、さっきはセルフチェックアウトのレジだったので、陰キャでコミュ障の人はで人と話するのがめんどくさいとか、そういう人にはおすすめです。まあ、ここの国に来ると必ず今日はお元気ですか的なことを必ず言われるんでね。はい、でここはディテンションセンター。はい、でね、家に帰って、あもう今6時4分6時5分ってことで、まあね、私たち家族は6時からニュースを見るのが、まあ、楽しみなんですよ。あでこれ環状線の、I-495 インターステート495、まあ、ベルトウェイですね。ああ彼ね、ここよく通ってたんですよ、仕事 の、 職場に行く途中にね。はい、でここにね、ステーキハウスがグリルっていうステーキハウス、そグリルステーキハウスはの、yeah, it's like a steak. They have steak. Oh, we can wait until going to cruise ship. まあ洋食のイタリア料理とかフランス料理はまあクルーズシップの旅行の時にたくさん食べたいなと思います。ユキコ料理、はい、ということで今日は DC で聖地巡礼ピルグリメージすることができました。ピルグリムファーザーズとかって言いますよね。はい、とまあそういうことでございます。目の前を、そして隣を高級車が走っていきやす。はい、では、ありがとうございました。